ハイヒールみたいなの。ああ、いいです。おはようございます。はい、僕は夜の便だったんで。おはようございます。おはようございます。お願いします。花粉症。花粉症、今ちょっとあの薬をもらいます。もちろんいろいろ頼みます。すいません、こちらこそよろしくお願いします。どうですか、キャンプ。あ、今みんな順調と思うよ。本当ですか。うん、大丈夫、よくわかんないけど。はい、ピッチャーのかもしれない。なんとか見られるだけ見てお願いします。はい、俺も一回あるよ。どうしますか。まさかこういう形で、ね、来てもらえるか。本当は嬉しいし、大丈夫かな、生きてるかな。お忙しい中ね。いや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 、こんな早くこういう形で来ると思ったことです、ね、監督になってなんか見方とかも変わりますか、このコーチでいた時と。ピッチャーとかでもね、やっぱね、野手のことそんな変わらないけど、そっか、ピッチャー、そうですね、ピッチャー見る時間増えますよね、単純な。まあ、豊さんとか早くとかといろいろ聞いたりしながら、はい、ピッチャーもどういうふうに思ってるのか聞いたり、こう意識してるとこ聞いたりしながら、野手のことがもう一回通ないとか、チームプレーをもっと丁寧にしようとか、はい、この時期しかできないじゃん。そうですね、集中してできないですもんね。とか、もうそこだけは丁寧にしろって。はい、おはようございます。今日から4日間臨時コーチを務めていただく松坂大輔さんです。ご挨拶をよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。4日間であの短い時間ですけど、なるべく多く皆さんとコミュニケーションを取って、まあ、何か気づけたことがあったら伝えていきたいと思いますし、まあ、バッティングが得意なのでバッティングとか何でも聞いてください。そうです、ごめんなさい。まさかこう、こんなにも早くこういう形で、まあ、南郷に、まあ、ライオンズに、戻ってくることになるとは思っていなかったんですけど、はい、まあ、4日間という、まあ、短い時間の中で、まあ、できるだけ多くのコミュニケーションを取って、そこはまあ選手とコーチとたくさんコミュニケーションを取って、何か、飛躍できる、きっかけを、はい、少しでも、まあ、作っていけたらなと思っています。はい。なんて言おう。臨時コーチ始まりますは恥ずかしいな。恥ずかしいな。いや、まあまあ、4日間なので、まあ、そんなにね、初期どこまでできるんだろうっていう自分自身不安の方が、まあ、大きいですけど、はい、まあ、少しでも選手の、まあ、ためになるような話ができるように頑張ります。はい、じゃあ行ってきます。ブルペン何回ぐらい。今3回です。3回、はい、所沢でも入ったの。所沢でも入った。楽にスライダーを教えてもらってもいいですか。
苦手なんだ。変化球で、変化球で自分が得意なのはカットとか、カットなんだ、カットの決まり。その曲がりとか、カット寄りになってめっちゃ速くて、スピードが速くなりすぎちゃって、カットよりちょっと遅いけど、曲がり幅はなんかあんま大きくないみたいな。30キロぐらいまで、あ、戻る。はい、まで落として、で、まあ、しっかり落として曲げたい。曲がる。はい。で、曲げたい。松坂さんのスライド。松坂さん。一つはやっぱグリップの仕方だろうね、うん、何かこう、まあ、変えやすいところで言えば、うん、こういってました。俺はあの カットはこのイメージあったけど、うん、スライダーはこっちだ、うん、松坂さん、大輔、はじめまして。来週見せるディレケーミードロ、自分すごく尊敬してしまって、いつももう、あの、憧れてました、ブラジルで言ってたから。あ、日系人なんです。あ、そうなんですか。はい。私、ユネスコに日本製。それですごくテレビでも甲子園とかやってて、その時からずっと毎日見てます。もうずっとブラジルで、はい。まあ、ずっとだったというか。そうです。それで去年初めて、っていうか、日本に出始めて。僕もあの中学校の世界大会でブラジルで行って、エルフェブラシール、コネタはセクンダリー、ウセイヨー、ホントにね、ウブラシール、ムンディアルはロケ、その時世界大会ですよね、ムンディアル、世界大会、ムンディアル、あ、よくロケ成功、しかも初戦ブラジルとやって負けました。で、コンタラブラシール、すごいペルディゴ、よくロケ、コネタはセクンダリー、ノーノー、シオ、よくロケ、ポケブラシール、けどコンピョンのクレー、96年頃です、95年、メンタシンコ、あれは、せえっと、フォイロンドリーナパラナ、フォインパラナです。アンデルがシエラ。そう、ロンドリーナって。ロンドリーナ、いや。彼があれ、今年からキノコ。キノコ。はい、すいません。まずこう投げてる僕が投げてるのを見ていただいて、こう何意識して投げてるかっていうので、僕ちょっと明日球数増やすので、今日は中腰で30球ぐらい形して伸びる球をしっかり投げ込むってやつをやってたんですけど、その中で何球かちょっと引っ掛けた球が出てたんで、そこをあれをもう少しなくしていく、でちゃんと自分が求めてる球をしっかり投げ込めれるようになればもっといい感じになるということを言っていただいたんで、まあ、あとはちょっとスライダーちょっと最近曲がり早いんで、まあ、そこを聞いてました。そうですね、僕今投げてるのとどうやって投げてたのかなっていうのがちょっと気になってたので、そこを聞きました。そうですね、はい。
頑張ります。そんな感じ、そんな感じ。呼びから脱力を取り戻す。ナイスボー、ナイスボー、ナイスボー。もうみんなカメラ今すごいです。そうですね。ホームランの打ち方教えよう。あ、これらしいですか。できれば、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 バッティングを聞いていってみます。やめてください。ドライバーの、ドライバー、ドライバーの打ち方をそうですね、新しくやってることの、まあ、それについての話してました、はい、そうですね、まあ、でも現役の時からいろいろ話は聞かせていただいてたんですけど、まあ、でもまたやっぱ改めて、まあ、レジェンドに来ていただいていろいろ吸収するとこあるので、はい、まだ吸収していきたいなと。僕は今年からフォームを変えてるので、まずはそのまずその日その日の、まあ、人間そもそも毎日絶好調ってことはないので、こう日に日にどういう感覚でまず慣れてるのかっていうのを聞いたりとか、あとは僕自身カットボールを、まあ去年からずっと試行錯誤してるんで、そこのどういった感覚とか握り方とか切り方、話し方、まあ、そういうことを聞きました。本当に世界を代表するピッチャーなので、まず経験の、まあ、場数も違いますし、本当に若い頃から投げられているので、その、まあ、若い時にどういうことをやられたりとか、まあ、人それぞれあると思うんですけど、そうですね、すごいことをたくさん聞けてるんじゃないかなと思います。そうですね、まずは、本当にシーズン始まって、本当に昨年は僕自身もチームも本当に悔しい思いをしてしまったので、その悔しい思いを、まあ、ぶつけるのが今シーズンだと思っているので、本当にライオンズも僕も本当に逆襲の1年にしたいと思ってますので、あと今シーズンから大声援が聞けるってことなので、皆さん一つになって優勝できるように頑張りましょう。応援よろしくお願いします。Thank you.
面白いからみんなやってくれたら。スライダーをちょっと僕が改善したくて、で松坂さんのスライダーはいい印象があったので、握り方とどういう意識でリリースしているのかっていうのをちょっと聞きました。試してで、まあ、握りは自分の握りで、投げ方はその松坂さんの意識で投げたらめちゃくちゃ良かったんで、いろいろ試した中で、はい、なんでそうですね、松坂さんの投げ方を今ちょっとこれから意識してやっていこうかなと思います。その先発やって投球の中で、そのどっかでリラックスしながらその投げられるボールっていうのがやっぱりあると楽っていう風に教えてもらって、でそれが自分は結構多分カーブだと思うので、はいっていうのも言っていただいて、そうですね、そういうボールはやっぱり有効に使っていけば長いイニングも投げれるからいいんじゃないという風に、調子悪い時でもそれ変えない時どうしても力入っちゃうから、そういうリラックスして投げれるボールあると楽だねって言って、はい、そういうのも教えてもらったり、はい、勉強になりました。またいっぱいグラブあるやん。違います、買わないよって言ったんですけど作ってくれたんで。わっさっ持ってるだけです。Tiene buena mano. Pues bien, mismo, ¿qué más, men?
どうしてもやっぱり球が上昇となるのがあるから、どこでも本当にもう極端に低めに、打てば低めに行くっていうか、本当になかった。まずは普通に、まあ、ナイスボールってことと、まあ、あとはずっとこの間からスライダーの方を聞いてて、まあ、それについてのお話でした、はい、そうですね、まあ、前回手首使わないっていうお話をいただいたので、まあ、その手首を使わずに、まあ、ひねらないで、まあ、そういったイメージの中で投げて、まあ、実際できてたかどうか分かんないですけど、まあ、前回に比べてもスライダー自体も良くなってましたので、まあ、一つ良くなった部分ではあったと思います。本当にいろんな方からご指導いただいて、まあ、自分自身の引き出しも増えて、まあ、今の成長もそうですし、まあ、今後の野球人生にとっても、まあ、絶対に生きてくることだと思うので、しっかりそれを自分のものにできるように頑張っていきたいと思います。今日は牛丼いただきます。まだしないです。ただ今日のメニューをいただきます。あ、これで、あ、なんかここにトロロがあった。いただきます。いただきます。変えてみてみたいな、はい、今は今のところはその今投げてる、ね、はい、その球種で、はい、やってみてってしてるんです。はい、本当実践派手だよね。はい、やっぱこね、いいって言ったけど、もしかしたらそれはバッターによってはいい判断ね、されるかもしれないし、はい、そしたらやっぱりこっち投げるのは保険かけてちゃんとこうラインの外に投げるとか、はい、うん、そういう意識もあるのでいいんじゃないかな。あまり難しくないです。わかりました。ありがとうございます。終わったら13位ね、はい、俺のとこにね、はい、俺のとこにすぐ連絡終わったら大好き、ね、連絡する、はい、すぐ連絡するとご意見をお願いします。ありがとうございました。僕が運転した方がいいです。ええよ、もうお客さん来いや。俺の方が慣れてんねんから。 ありがとうございます。大丈夫。ああ、もうもちろん。お疲れ様です。まずはじめに、松坂臨時コーチが本日で終わりになりますのでご挨拶をいただきたいと思います。お疲れ様です。短い間でしたけど、
もあの皆さんのこうプレーを見て刺激をいただきました。これから、まあ、選手としてじゃないですけど、野球関係の仕事頑張れそうです。そしてあの僕は、まあ、また明日から、WBC の代表 の、 あの、まあ、取材の方に回るんですけど、源田選手、山川選手、3月の22日ですかね、決勝戦、そこまで最後まで追いかけさせてもらうのでよろしくお願いします。4日間ありがとうございました。石橋さん、3年イベントがあります。おー、OK、あとで。はい、OK です。はい、OK です。ありがとうございました。いいっすか、これ。なんで、なんで、いいっすか。嬉しい、いいっすか。ありがとうございます。いやいや、嬉しいです。はい。はい、ありがとうございました。あっさりした。ケーキはなかったっけ。分かってるよね。頼んだよ。すごいね、これ。これすごいですね。よく作っていただいてきた。まあ、まあ、早かったですね。はい。早くて。まあ、3日目、4日目とこう、まあ、時間が経っていて、まあ、選手も、どんどんこう、僕に対して、まあ、話しやすくなってきたなっていうところだったので、まあ、逆に申し訳なくも思ってるんですけど、はい、まあ、限られた時間の中で、まあ、何かこう伝えられることとか、うん、できたとは思ってるので、うん、まあ、現段階では、まあ、みんないい状態だと思いますし、まあ、そんな姿を見てて非常に、まあ、今シーズンが、まあ、楽しみになったっていうんですかね、うん、そこからオープン戦と入っていって、うん、選手の中では厳しい競争が待ってますけど、はい、まあ、そこを勝ち抜いた選手たちが、まあ、シーズンしっかり、うん、やっていく姿を楽しみにしていると思います。源田選手と富田崎選手と山川選手です。いや、普通にバッティング教えてくださいとかって、まあ、言ってきたので、はい、僕も冗談でタイミング取り方とか、はい、伝えておきました。あ、やっぱり違いますね、こうグラウンドレベル、また、まあ、ブルペンなんかも本当にもう間近で、まあ、選手たちのことを見られるので、こう、まあ、細かなところまで、まあ、見ることができて、僕自身も非常にこう勉強になった4日間でしたね。はい、僕が言うことじゃないってもんですけど、まあ、11日から見させてもらって、なんかピッチャーそれぞれがこのオフ課題に取り組んでこのキャンプに臨んでるんだなっていうのが、まあ、パッと見たこう僕の目にもそう映ったので、まあ、非常にこう頼もしく見えましたし、うん、まあ、本当に今いい感じで来てると思うので、まあ、皆さんには、またシーズンも楽しみにしてもらいたい、うん、僕も非常に本当にいや、またシーズンが楽しみだなって見てて思いましたね、うん、まあ、こう調子が上がったり下がったりすることもあるでしょうけど、うん、そんなのをしっかり、結果を出してもらって、まあ、秋には、みんなが喜んでる姿を、見られたらいいなと思います。はい、もう4日間ありがとうございました。はい、あ、さて投げるやめようとしたらいや、なんかいいなと思いましたね。ちょっとこう亀が開いたんで、
僕の引退試合で目をかけたんで、まあ、こうやってあの神とキャッチボールすることがあるだなんて思うともいなかったです、はあ、ただ昨日の今日で腕がやばいです、もうあのキャッチボール肘も張ってるし肩も張ってるし